口ジャパンプレゼンツ月刊6と9。今回は歴史に名を刻んだマディソンスクエアガーデン大会の監督的大総括、そしてアシスタントキャラのお名前発表会。たくさんのご応募ありがとうございます。よっしゃ、まずは新キャラのお名前発表から。前回の、はい、まあ、回でカウントダウン TV 的なキャラクターがいましたけど、はい、あの皆さんにあのツイッターで募集したところ、ね、はい、たくさんの、はい、ね、ご応募いただきました。ありがとうございます。件以上も、まあ、そうですね、リストをいただきましたけど、はい、これね大変ですよ、これもう字が小さくて、これもうさっきからねもう なんとかルーペが欲しいなみたいな小さくて読めないっていうありますけど、ケンさんね、ケンさんね、言ってますよそれは。田口監督が愛してやまない69に寄せたものや阿部美穂さんにかけたものなどいっぱいあったわ。この中でもやはり異彩を放っていたのが、ね、永田優子永田優子は座右の銘がいいんだね、やっちゃってっていうね。長田さんじゃないですか、長田さん、これ絵が変わっちゃいますよ、これもう。ごっちゃんって言いますよね、ごっちゃんってちょっと後藤さんをちょっとごきげんようの観戦とか趣味ですね。ごきげんようにそうですね、スタジオ観覧してますからねあれはびっくりしましたよ ね、 そうですね総合的に考えていきますと、そういう総合的、はい、この一択なのかなっていう。モンブラン、お、信子、お決定です。信子、これがあの秀逸ですね、信子、ね、信子っていうのですね、信子ですね僕はあの中学校の時担任信子先生、はい、ちょうどこの字同じ字だと、誰も知らない情報ということでモンブラン信子です。この番組に全てをかける覚悟はあります。よろしくお願いします。続いてはマディソンスクエアガーデン大会の監督的大総括。まあどうでしょうね、すごい大会だったんですけど、そうですね、超前ですね、うーん、はい、会場もやっぱりちょっとね、もう会場の周りは結構あの朝から賑わって、うん、そうですね、ニュージャパン、ニュージャパン、とにかくみんなハイテンション。しかも内藤哲也のタトゥーを決めた強者まで。まああの監督は一応そのまあシークレットというか大ゼロ試合、意外と性能、意外とそんな結局何をしたってわけでもないんですけどね。あ、なるほど。特にトレインやったんですよね、でもね。ああ、そうですね。あれはすごかったですね。そうでした。そうでした。やってました。やってました。いや、あれは豪華でしたね。もうなんか前誰だっけ、初めて会った人も参加してくれるっていうですね、知ってるか知らないか分かんないですけどね、やってるから分かったんで、ノリでやってそうな人もいましたよね。その後、最後ですね。いやそうですね、最後の入場の話でした。上止めた、そうですよね、まあ、その前のライガー選手もドカーンってきたんですけど、ね、まあ、みんな大体これで打ち止めかなっていうムードはあったじゃないですか、一番最後でした、ね、うわーみたいなね、はい、あれはもうすごいですね、はい、最後にこうね、2人がこう、はい、残って睨み合うというね、っただけで、はい、This is awesome、 This is awesome ですよ、これまさに、ね、ファンが歓喜した大ゼロ試合、まあ、結果はね、最後ちょっとあの、はいはいはい、なんかよく分からない終わり方が、はい、よく分からないうちに終わってましたけどね、はいはい、そして監督がどうしても語りたいというのがメインイベントですね、これはやっぱり語りのちょっと
あ、そうですか。はい、結論から言えば岡田選手がベルトを取ってしまったことで、あ、私の夢が儚くも消えるという。そうですね。ワンチャップは遊びが欲しかったですね。遊びをね。私これはまあ岡田選手は普通レインメーカーを打って、ね、気合なんか返しました、ね。そうなんですよね。結構完勝に近い打ち方、うん、モンスター化していくというね。はい、そうですね。ちょっと誰が倒せるんだろうっていう感じになってきちゃいますけど。はい、うん、Jはですね、まあ負けはしましたけれども、うんうんうん、のらりくらりとした自分のスタイルをしっかり確立されてくるとまた上がってくるっていう、はい、なんですね、マディソンスクエアガーデンっていうところでやれたっていうのは、はい、すごくこれは、ね、レスラーの、はい、人生上がったことは事実です。はい、真面目な話をしてますね。はい、新日本プロレスワールドでは 4.6MSG 大会を振り返る MSG リポートを制作中。ここでしか見られないオリジナル映像、あの歴史的一夜をもう一度体感しよう。次回は 5.3、5.4 レスリングドンタク2019を大解剖します。